はい、皆さんこんにちは。ワンナリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、オーストラリア併合戦ということで、米ご遮断作戦を成功させたわけなんですけども、その後ちょっとかなり行き詰まる展開になってしまいまして、実はちょっと一旦タイムリープをさせていただいて、インド洋を抑える作戦とオーストラリアを抑える作戦を同時に行ったというのをやっています。なので、前回からの続きにはなるんですが、インド洋を抑えてあるという状況が少し変わっている部分になります。で、今回の作戦目標はセレベス海、ここですね。ここに対して3月までの攻略になっています。で、まずインド洋と、もちろん日本近海へ通ずる小笠原、この辺りは絶対防衛しなきゃいけないラインになるんですが、まずインド洋に関して言うと、敵が攻め込んでくるのはもうこのアラビア海からしかないので、まずはですね、このインド洋に展開している艦隊ですね、確認しておきましょう。で、今インド洋に展開している艦隊なんですけども、4個艦隊展開してます。で、そのうち第6艦隊が戦艦2隻で、第8艦隊が、これは軽巡に駆逐艦、1、2、3、4、5、6、7隻ですね。で、第13回 ちょっとね、なまっちゃいましたけども、第13艦隊がご覧の通り、従順と駆逐艦で、第14艦隊は駆逐艦のみの編成になっていますんで、これをね、これだけで守っていくっていうのは結構厳しいんですけど、まず第8艦隊に関してはあまりいてももう意味がないので、第8艦隊は日本近海一旦引き上げます。一旦で、代わりになんですが、インド洋に関しては少しばっかり、飛行場を含めた戦力の増強を行いたいと思ってます。なので、インド洋なんですが、飛行場を、立てていきます。飛行場の建設には3000の資金が必要だけど40しかありませんということで何もできないわけだな。これはちょっとまずいですね。何がまずいかっていうと、艦隊戦力だけで守るのはちょっと厳しいので、お金を貯めてインド洋に最優先で飛行場を建てましょう。で、あとですね、このセレベス海を攻める上で艦隊をどこにどう運ぶかなんですが、第15艦隊は潜水艦隊なんで、第15艦隊は一旦インド洋に向けて航行そのまま続けます。で、どうしようかな、ちょっと迷いますよね。今インド洋に詰めている艦隊が、これが3個艦隊、いわゆる空母艦隊ですね。空母艦隊が入っているんで、この空母艦隊を一旦は珊瑚海に進める。ただ珊瑚海ってどうなんだろう、資源的に美味しいのかどうかですよね。珊瑚海はお金が1でアルミが6か。珊瑚海無理して攻める必要があるかって話だよね。だったらセレベス海に行った方がいいけど、オーストラリアは失いたくないんで、オーストラリアは一旦このまま待ちますか。それか、そうですね、ソロモンとかには置いておく意味もないしね。で、ラバウルも置いておく必要ないし、トラックを気に入る第12艦隊、これもね、ちょっと使い道困りますよね。そうなると、まず第1艦隊なんですけど、第1艦隊、第2艦隊、第5艦隊の主力、戦艦部隊ですね。主力の戦艦部隊は今ここにいるけど、この戦艦部隊に、今空母2隻配置して、艦載機の補充が次週でされますと。なんでこれをちょっと一旦待って、で、第2艦隊、第3艦隊、第3艦隊は今、そうだよね、オーストラリア沿岸に詰めてますよね。第4艦隊も、第5艦隊は日本近海、これヤマトが入ってる艦隊です。で、第6艦隊はというと、インド洋にいる、守備艦隊ですね。で、第7艦隊、レイテにいる第7艦隊。
第7、第9、第11、この辺りがもうちょっと火力が上がってくるとね、セレベス界任せられるかなって感じもするんですけどね。火力面でちょっと不安があるかな。で、第8艦隊、第9艦隊はレイテ。で、第10艦隊はオーストラリアに詰めていると。で、第11艦隊はレイテ。まあ、これらはこの後ね、セレベスに入ってもらうんで、よしとして、トラックを気に入る第12艦隊、これもね、ちょっと使い道困る艦隊ですよね。で、第13艦隊はインド洋に入っていますという艦隊で、第14艦隊は消滅。第15艦隊はマラッカにいる、これは潜水艦隊かな？そうですね。潜水艦隊。で、第16艦隊は、今、ここにいる、これも潜水艦隊ですね。じゃあ、この潜水艦隊は小笠原にそのまま居続けさせるとして、第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊は、一旦このまま待つしかないので待ちましょう。で、お金が全くないので何もできないんですが、何もできないんですが何もできないですね。このまま一旦送りましょう。セレベス海に入ってどうにかっていう感じかな。小笠原がどうなるかですね、あとは。さあ、セレベス海に突入したので、まあ、これ全艦隊出撃させますけど、どうかなー。まあ、どこにね、いるかっていうので変わってきますからね。そしたら一旦回線の速度を真ん中に下げて、どこに何があるかというのを探っていかなければいけませんねというフェーズです。まずは、こちらの艦隊は、この辺りを探ってもらい、こちらの艦隊は、そうだなぁ。敵発見？敵航空機に発見されたと。なるほど。あんまり嬉しいニュースじゃないよね。敵の航空機の発見は。ここに1個あるね、きっと。ああ、ここに1個あるな。何個まずあるかですよね。そのいわゆる航空戦力というか飛行場が、飛行場の数がね、少なければね、全く問題ないかなとは思うんですが、ここには飛行場はなかったか。あるかなと思ったんだけど。夜明けに出撃したのがチョッターだとなるかな。まあ、このままなんとかここは落としきるしかないからな、多少の損害を覚悟の上でも。ただ巡洋艦、この従順がね、火力面では一番高いんで、
この従順が全滅するようなことになると、ちょっとこの先厳しいかなっていう感じもしてきちゃいますけどね。よっしゃ、雨が降ってきてくれた。これは大きいな。まあ、ちょっとね、従順に軽順に駆逐艦だと敵の飛行場を攻めるには戦力的に火力不足かなっていう感じはちょっと否めないですけどね。じゃあここはスピードを速めていってもらいましょう。で、彼らもこれもね、軽順と従順ですからね、ちょっとね、火力不足かなっていうね、感じは出てきちゃいますけどね。まあ、ただそうは言ってもある戦力で戦うしかないので、でこのまま夜明けまで雨が日が沈むまで雨が降ってくれれば、まずここの飛行場は一つ破壊は完了しそうですね。まあ、まず西はインド洋を絶対防衛ラインに設定して、東に戦力を振り向けたいですよね。太平洋艦隊、アメリカ太平洋艦隊に戦力を集中したいんで、さあ夜明けまであと3時間まであるか。3時間持ちこたえられるかな。ちょっと不安しかないけど、敵の航空戦力が出てきたか。夜明けまでもうちょっとなんですけどね。うん、夜明けじゃない、日が沈むまでか。なんとかね。お、1個、敵の飛行場1個破壊してくれたか。まあ、まだ1個だからね。まだ1個なんで。そうすると、あと敵の飛行場が何個あるかですよね。3個あると思ってた方がいいと思うんですよね。で、こいつらはもう動けないのかな？動けない人はほっとくしかないんで、動ける人だけでちょっと向かってもらいましょう、次の目的地に。
さあ、こっちの方は敵の飛行場がないか。ってことは、これが最後の1個だな。2個しかなかったってことになりますね、敵の飛行場は。よし。2個しかないとなれば、急行しましょう。こことかにあるってオチはないよね。それだけ心配だな。まさかここにもあるってことになると。大丈夫だね。よし。じゃあ、ここに戦力を集中しましょう。まだ、半分以上あるけど、ただ夜明けまではまだ時間があるので、そしたらここで時間を早めて一気にガガガガーと進んじゃいましょうか。セレベス海を取れば。ん、どういうこと？ああ、敵の飛行場からの反撃ね、砲撃ね。まあ、それは予想の範疇内ということでいいでしょう。さあ、このままセレベス海を取れれば、目標も達成できてお金もいくらか補充されるので、そしたら飛行場の建設も進むし、インド洋の方の防衛はなんとかなりそうな感じがしてきますね。さあ、じゃあ味方の航空機も飛ばしましょう。といっても決まりかな？何？やっぱりもう一個どっかにあるってことだな。これがどこにあるか分かんなかったな。どこにあるんだ？ここにはないよね。確認してるもんね。ここにはない。ないんだよ。そうなるとあとありそうなところってある？いや、ないよな。どこだ？敵のもう一つの飛行場があるとすればどこにあるんだ？全くわからない。敵の隠された飛行場の在りかがわからないですね。どこだ？あとあるとすればこのキワキワとか？まあ、確かにこのキワは見てないと言われれば見てない気もするけど。ここにはなかったもんね。てか飛行場建設できるような用地ないし。うーん、ちょっと駆逐艦先に先行して発見しますか。まさかここにっていうオチはないよね。ちょっとこれはこいつで確認させよう。すぐ近くにいるから、さすがにそれくらいの確認はできるでしょう。ないよね。ないよね。ない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 。となると、やっぱりあそこしかないな。考えられないな。ここだ。絶対ここ。ない。え、マジでわかんない。どこにあんだ？敵の残された飛行場の在りかがわからない。ここ？ここ？ここってあるか？いやー、いずれにしても時間オーバーだな。しょうがないですね。セレベス海の隠された飛行場の在りかがわからなかった。結局のところ。でも、あるとしたらもうここしかないんで、次、続けざまにここに全精鋭兵力集結させますか？一応あるかないかの確認はできると思うんですよね、時間的にギリギリ。駆逐艦で高速で行けば。
いやー、見当たらなかったですけどね。ここにあったのか。残念だな。まあ、できればね、今回でセレビス界抑えちゃえば、この後の戦いが、すごく楽になるかなと思ったんですけど、まあ、さすがに、そうは簡単にはいかないですね。まあ、問題は本当にここにあるかどうかだな。まあ、それは、この後すぐ確認できるので、確認しちゃいましょう。ん？デッキ発見？やっぱりいるな。ここにあるな、飛行場が。間違いなくある。これはあるぞ。ここにありますね。うーん、ちょっとさすがにこれは抑えきれないかな。雨が降ってたからもう完全に見逃してましたね。ここに関して言うと。まあちょっとしょうがないかな。もうタイムオーバーですね。まあ、駆逐艦1隻、2隻失って、主要な巡洋艦クラスは軒並み大破か。まあ、航行できるけどね。で、一応ドイツ軍が敵艦隊を撤退させたということになってますね、慶順。まあ、空母撃破できなかったのはちょっともったいないかな。味方の艦隊は、慶順が2隻大破。第2飛行場が1個撃破か。まあ、なんとか耐えてもらうしかないね。小型ディーゼル機関1が新たに開発できるようになりましたと。お金が4240か。セレベス海の攻略、厳しいよね。今の原油戦力だと。では、まあ、ちょっとね、短いんですが、キリがいいので一旦ここで終わりにして、次回2月の第4週目になるんで、もうここはね、次、無理くりにでも攻めなきゃいけないので、攻めていきましょう。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。